皆さんこんにちは、ジュゴンです。ということで今回もウィニングレブン2021の動画を撮っていきたいと思います。はい、ということで今回は今週登場アトレチコマドリードアイコニックレブンの比較やっていきたいと思います。はい、予想通りね、今回アトレチコマドリーということで予想はね正解したのは嬉しいんですけど、まあ、今回は2名登場ということになっています。まあ、ただですね、過去に別のねチームで出てきていたりとか、まあ、どちらの選手も同じアトレチコマドリードの旧バージョンが出ているということで、でしかも今回の選手たちが年齢が一番高くて、このゲームの性質上年齢が高いイコールレベル上限が低いということになって育たないということになるので、能力が落ちる傾向にあるんですよね。今回選ばれている2名に関してもそれが当てはまってしまうという形になっています。まあ、特にこのアトレチコマドリードのアイコニックに関してはこの2名のねデータしかなくて、まあ、ユニ補正をかける恩恵がねあまりにも少ないというのがちょっと気にはなるところなんですよね。はい、ということで今回はこの2名と、まあ、それぞれ、まあ、旧バージョンとのね、違いなんかを比較して、まあ、このアイコニックガチャはどんな人にねおすすめなのかっていうのを最後に紹介していきたいと思います。ということでやっていきましょう。はい、まずはトーレスからいきましょう。今回はなんといってもね過去最高齢の30歳で登場ということで、まずはトーレスの特徴なんですけど、まあ、オフェンスセンス、決定力など高い得点能力とスピード瞬発が武器のラインブレーカーですね。まあ、足元だったり空中戦、スタミナなんかもある程度あってバランスのいいラインブレーカーになっています。特にトーレスに関してはラインブレーカーでこの高さがあってスピードがあるっていうのが、まあ、他の選手とのね差別化になりそうではありますよね。スキルに関してもシュート系中心に10個ついているという形になっています。まあ、レジェンドとの比較でもね分かる通り年齢の影響がねかなり出ていると思うんですけど、まあ、オフェンスセンスや決定力この辺は高いものの多くの項目が下がっていてほとんど太刀打ちできない状態になってますよね。まあ、スキルなどに変更はないんですけど、まあ、これはレジェンドでもいいのかなと思ってしまうなんか結論に至りそうですよね。特にボールキープやスタミナ5下がっていて、まあ、スピードなんかもね4下がりということでかなりちょっと弱くなっているのかなというところです。まあ、得点力のアップ嬉しいですけど、まあ、全体的に見るとちょっと厳しい状況ですかね。はい、次に旧バージョンのアトレチコマドリード版との比較になるんですけど、これは明確に答え出てますよね。まあ、瞬発は同じということで後の項目は全て下がっているということで、こちらもボールキープ、スピード、スタミナはマイナス5となっていて、まあ、今回新トーレスに補正をかければいい勝負はできるんですけど、まあ、同じアトレチコ版ではねそれまで通用しないので、まあ、しかもスキルの違いなどもないということで、まあ、これは介護感と言わざるを得ない状況ですかね。まあ、どうしてもアトレチコ版がいいのであれば、まあ、こちらのトーレスに関してはおそらく今後 e フットボールポイント交換対象に入ると思うので、まあ、今後来るのをね待つのもありなんじゃないかなと思います。はい、次にリバプール版との比較になるんですけど、これまた厳しい状況になっていて一部勝ってる項目はあるんですけど多くの項目で下がってる上に、特にこちらもボールキープ、スピード、スタミナがマイナス4と大きく下がっている項目もあって、まあ、こちらもちょっと勝ち目ないしって感じなのかなと思いますね。まあ、こちらも補正をかければいい勝負できると思うんですけど、フォルランとトーレスだけの補正をかけるアトレチコ版よりも、まあ、ジェラードとかオーエンとか、まあ、その辺にも補正できるリバプール版の方が明らかにメリットが多いのかなと思ってしまいますね。はい、こちらもスキルなんかは変更ないということでちょっと厳しい状況にはなってますね。そして以前の動画のコメントにトーレスとルメニゲどっちが強いかのねコメントがあったので答えておくと、ルメニゲのレジェンドとの比較で言うとオフェンスセンス、決定力、まあ、カーブの高さはトーレスあるんですけど、まあ、ボールキープ13、ドリブル9、キック力、ジャンプ、フィジカルに至っては5違うということで、まあ、多くの項目で大きな差がありますし、逆足コマンもルメニゲ優勢で、あとはスキル追加ができてさらにね強くできるルメニゲに軍配が上がりそうですね。まあ、アイコニックになれば得点力の差も縮まりますし、まあ、レジェンドアイコニックと比較しても基本的にはルンメニゲの方が強そうですね。はい、続いてフォルランの方を見ていきましょう。フォルランはレジェンド出ていないので既存のアイコニックとの比較になるんですけど、まずはフォルランの特徴で言うと圧倒的なバランスを持っていて、特に得点力や足元、パス、スピード、スタミナにフィジカルも最低限80乗せたりとか、逆足使えてコンアンが7、特にワンパ、ワンシュー、スルーパスとこのね3つのスキルを持っているのが特徴的ですね。やはりシュート、パスのスキルのね優秀どころを多く持っているっていうのがこのフォルランの特徴になっています。そして今回過去のアイコニックとの最大の違いでいうとプレースタイルですね。まあ、今までのフォルランはラインブレーカーだったんですけど、今回のフォルランはボックスストライカーがついているということで、まあ、そこはしっかり把握しておかないといけないかなと思います。ということで旧アトレチコ版のフォルランとの比較になります。まあ、e フットボールポイント交換対象に今なっている選手ですね。そちらと比較すると得点力や、まあ、他一部の項目が上がったものの、足元、ヘディング、キック力など割とね大事な部分なんかも多く下がっていて、プレースタイルは違うとはいえどちらかのフォルランしか試合に出せないことを考えると、まあ、どちらかというと能力的には前回ですし、
あとはスキルも違いますね。無回転シュートとバックスピンロブがワンタッチシュートと闘争心ということで、ワンタッチシュートの追加は熱いし、まあ、スキルだけ見ると今回なんですけど、まあ、最終的にはプレースタイルどちらが好みかの判断になるのかなと思います。まあ、ラインブレーカーがいいのかボックスストライカーがいいのかどちらがいいのかで、まあ、そこは人によって意見が分かれるのかなとは思いますね。はい、続いてはマンチェスターユナイテッド版との比較になるんですけど、まあ、こちらに関しては、まあ、得点能力はね、勝っているんですけど、足元、セットプレー、スピード、特にキック力に至ってはマイナス6違うということになりますし、あとはフィジカルやボディコンやディフェンスの能力と、まあ、多くの項目で下がっていて、今回の新アトレチコ版に補正をかけたとしてもってところはありますよね。そもそも相手がマンチェスターユナイテッド版なので、まあ、こちらに関しては他の選手、ベッカムやスコールズや、まあ、たくさんの選手を補正できるっていうメリットもね、抱えてくるので、補正をね、考えてしまうと圧倒的にね、ユナイテッド版の方が有利にはなりますよね。こちらももちろんプレースタイルは違っていて、マンチェスターユナイテッド版はラインブレーカー、今回はボックスストライカーの違いと、あとはスキルですね。バックスピンロブとライジングシュートがドロップシュートと闘争心ということで、まあ、スキルはそこまで大きな違いはないのかなとは思います。はい、ということで、まあ、こちらも全体的に見るとユナイテッド版で十分なのかなと思ってしまいましたね。はい、ということで最後に一つだけちょっと比較したいのが、今回のフォルランはボックスストライカーになったということで、まあ、小柄なボックスストライカーということでレジェンドとロマーリオとねちょっと比較したいなと思ったんですけど、ちなみにフォルランは補正なしで比較していきます。まあ、得点力は互角なんですけど、フォルランはパス、セットプレー、フィジカル、ディフェンスの能力、特にパスに関しては大きな差になっていますし、まあ、スキルにワンパス、スルーパス、この辺も含めてパスに関しては圧倒的にこのフォルランの方が強くなってますよね。そしてロマーリオに関しては足元、スピード、ボディコンなどが高くて、どちらにもねしっかりとした特徴がありますよね。まあ、パススキルも含めてフォルランはシュートスキルなんかもね豊富に持っていて、後半だったり逆足の優位性などもありますし、まあ、全体的にはフォルランがね勝っているっていう印象なんですけど、ロマーリオに関してはスキル追加枠があるので、そこにスッパサブなどスーパースキルなんかがつけばロマーリオにもチャンスがあるんじゃないかなと思いますね。はい、ということで今回のアトレチコマドリードアイコニックのまとめになるんですけど、まあ、全体的には無理していかなくても追わなくてもいいかなと思いますし、まあ、過去のアイコニック持っていればそれで十分ですかね。ただどちらも持っていなくてアトレチコマドリードとして使いたい、アトレチコじゃないとダメっていう方、もしくはボックスストライカーのフォルランじゃないとダメっていう方は引いた方がいいかなとは思います。そしてどちらか1人しか持っていないとかであれば、まあ、イーフットボールポイント交換所に、まあ、今トーレスは出てきてないですけど今後出ると思いますし、交換を考えてもいいんじゃないかなと思います。まあ、フォルランに関してはね今アトレチコ版もねすでに出ているので、まあ、そこを検討してみてもいいのかなと思います。まあ、全体的に見ても過去に出ているものの方が強いですし、まあ、特にトーレスに関してはレジェンド版もね結構強いので、まあ、その辺を検討してもいいのかなとは思います。まあ、特にアトレチコマドリードの補正をしないって方は追わなくては良さそうですよね。はい、ということで今回はアトレチコマドリードのアイコニックレベルの比較やっていきました。いかがだったでしょうか。まあ今週はコイン残しておいて今後に備える習慣になるんじゃないかなと思いますね。まあ来週どのようなねガチャが来るか分かりませんが、来週にね基本的にコインは残しておいた方がいいのかなと思います。こちらのチャンネルではこのようなアイコニックのレベルの比較だったりとか、ウィニングレベルの最新情報などの動画も上げているので、よければチャンネル登録高評価よろしくお願いいたします。ということで今回の動画はここまでです。ご視聴ありがとうございました。